東条大輝は、神奈川県藤沢市出身のプロ野球選手、宇藤右内、千葉ロッテマリーンズ所属、藤沢市立高浜中学校では、湘南クラブに所属していた。霧高学園高校進学後、1年からベンチ入りを果たし、第89回全国高等学校野球選手権、大会に出場。当番はなかった。2年の秋からエースとなり、 神奈川県大会準々決勝で、慶応義塾高校の白村明弘と投げ合ったが、コールド負け。3年の夏も神奈川県大会準決勝で、横浜隼人高校に敗れ、甲子園には届かなかった。2学年先輩に伊藤良大がいる。青山学院大学進学後、1年春から当時にブリーグ戦に登板するが、肘を痛め、2年、3年時は登板がなかった。 4年春から復帰し、4年夜秋には、東都大学リーグ一部で、防御率トップとなる0.30の成績を残した。野球部の同期には、杉本博太郎、渡辺雄大、1学年後輩には、加藤匠場、2学年後輩には、吉田忠直がいる。一部リーグ通算17試合5勝2敗、防御率1.62位。 2014年6月3日、JR 東日本入社後、1年目から主力として活躍。第85回都市対抗野球大会では、リリーフとして3イニングを無失点で抑え、第40回社会人野球日本選手権大会でも、リリーフで登板した。2年目の第86回都市対抗野球大会では、三菱重工神戸、高砂5戦で3イニングを完璧に抑えるが、 4イニング目の延長11回に乱れ、敗戦投手となった。同社勤務時には、東京支社営業部企画課に所属した。2015年10月22日に行われた、プロ野球ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズに4巡目で、指名され、契約金5000万円、年俸1200万円で合意、入団した。背番号は20に決まった。 同じく JR 東日本のチームメイトの関谷良太もドラフト2位でロッテに指名された。2016年5月1日の対北海道日本ハムファイターズ9回戦7回表から4番手のリリーフでプロ初登板。7回は1死球の無失点だったが8回は2度の押し出し死球も含む被安打3、死死球3の3失点。プロ初の対戦打者は 中島拓也で3塁ごろ。この年は11試合に登板したが、投球回数を上回る14支給を与え、請求力の課題を露呈する結果となった。2018年、一軍昇格は9月だった。初めはビハインドでの登板だったが、僅差でのワンポイント登板が増えた。この年は12試合に登板し、防御率1.54と結果を残した。二千十九年は、 開幕を1軍で迎えた。シーズン序盤はビハインドでの登板が主で、4月7日のソフトバンク戦では、プロ野球隊記録となる1イニング4飛弾を喫したが、以降はプロ初勝利を収めた5月25日のソフトバンク戦を含め12試合連続無失点を記録するなど、安定感を見せた。オールスター後は主に右のワンポイントとして、接戦での登板も増加。 8月だけで15試合に登板し右打者に、対しては28打数3安打、被打率、107だった。しかし9月は8試合に登板して、月間での防御率が11.57と終盤は、疲労からフォームを崩しやや安定感を欠いたものの、自身最多の58試合に登板、一度も抹消されることなくシーズンを終えた。2020年、昨年より、 防御率は改善したものの、登板数よりも大きく、イニングが下回るなど、右打者のワンポイントの登板が多かった。腕が遅れて出てくる変速サイドスローで、打者を翻弄する右腕。直球の最速は、時速 147km。威力抜群の大きく曲がるスライダーは、魔球と称され、このスライダーと直球のコンビネーションが投球の軸となっている。 その他にもツーシーム、カットボール、チェンジアップも投げる。中学3年時に投球フォームを、立山翔平を参考にサイドスローに変更した。愛称は、ジョウ。ありがとうございます。